てなわけで俺が天下一のモテ男最下孫一だお近づきの印ししにおごってやるぜこの通りの向こうにいい店見つけたんだありがとうございます孫一殿ところで関作お前女の子にキャーキャー言われたことあるかいえ記憶にはありませんが。 意外だな、可愛い顔してんのに俺なんざ通りに出るだけでほら飛んできたほらあっちからもほい来たこっちからも完成が確かに孫一殿はすごいですねんキャー観作様って言ってねえがつかどいつもこいつも肝作様って言ってねえが どうしましたか、孫一どの。お前気づいてねえのか。気づく。何にでしょう。こいつ天然か。まあいい。あんな声ほっといて。とっとと店へ行くぞ観察。監最近お前にキアキア行ってる女性たちから。 お前のおこぼれに預かろうとして一緒にいるとかご批判をいただくことが多々ある絶対そんなんじゃねえ俺はお前のことを今じゃ大事なだちだと思ってるだから一緒にいてそれだけなんだ孫一殿分かっています私はそんな誤解をしたことは一度もありませんまずおこぼれも何も 私は人気などなどいですし。それにそう批判した方も孫一殿をもっと知れば意見が変わると思います孫一殿の言葉には時々心を貫かれますそれは生き様がかっこいい方だけができることではないでしょうかたく俺までいい気分にさせてどうするこいつはとんだど天然 天然のたらしだなおやこんなところに可憐な女神が可憐初めて言われた気がします困りましたね神としての威厳が足りないのでしょうかいや戦場でのあなたは気高き戦士だ相対したやつは その気迫に思わず逃げ出すくらいになだが普段のあなたはどうだその愛らしさに花ですら恥じらってしまうほどだああの褒めていただきありがとうございます今後もオリュンポスの神として恥ずかしくない振る舞いを心がけますその真面目なところも素敵だ勝利の女神として 常に俺に微笑んでくれないか分かりました神としてあなたをそしてこの軍を必ずや勝利に導いてみせましょう口説いても口説いても流されていくさすが本物の女神強敵だなだが壁は高いほど燃えてくるってもんだぜ おやこんなところに憂い顔の女神が思い悩んでいるのなら俺に話してくれないかあなたには笑顔の方が似合うからな私は神として常に誇り高くあらねばそう思って戦っていますですがふと思うことがあるのです本当に正しく振る舞えているのか私の 思い上がりではないのかと責任感のあるあなたらしい悩みだな俺には神の在り方は分からないが女神として戦っている姿はとてもまぶしく感じる必ず勝利に導いてくれるそう思えるのさそう言っていただけると救われる思いですありがとうございます ああ、やっぱりあなたの笑顔は最高だな女神が微笑んでくれたんだ次の戦負けるはずがないそうですね必ず輝かしい勝利をつかみましょう。